本線下り、多賀線ホーム、前原方面から見た、港内駅前高宮駅は、滋賀県彦根市高宮町にある、大見鉄道の駅。駅番号は、OR07。地元では、多を高く発音して、高宮と呼ばれており、車内放送もこれに合わせている。両線のダイヤは一体的に運用されており、本線の前原方面と、多賀線の多賀大社前方面間を相互に直通する。 便もある。これにより、本線を含む、当駅止まりの電車に乗車しても、他方面への別の電車との接続が、ほぼ考慮されているため、短時間で乗り換えられることが多い。また、高宮駅では運転士が乗り換えの案内を行っている。短式、島式複合型に面3線のホームを有する、地上駅、日中の未有人駅となる。駅舎は、 西側の1番線側にあり、線形の2.3番線、島式ホームへは、校内踏切で連絡している。また、1.2番線の間には、抽選もある。3番線は急カーブ上にあり、以前は20メートル級の車両である800系や700系は入線できなかったが、2000年にホームの急カーブの緩和工事を行い、入線できるようになっている。 また2013年登場した9 0 0系、1 0 0型は連結面の裾角の切り欠きが実施されておらず3番線に入線するとホームと接触するためホームが再び削られたこれによりホームと車両の隙間が広くなり注意喚起のためホームの先端部分には赤色のテープが貼られホーム上の柱には注意を促す紙が貼られるようになったこのか。 三番線の東側には使用されていない、ホームの跡と多くの留置線があり、使われていない貨車が置かれている。1.2番線では、本線の列車が上下線とも両方向へ入線、発車できる。三番線は、多賀線経由の電車が上下両方向に入線発車可能である。多賀線経由の列車は必ず三番線を通ることになる。開業以来、 長年にわたって使用されていた駅舎は解体され、2002年3月末にコミュニティセンターを併設した瓦吹きのスキア作りに建て替えられた。ただし、年季のある旧ホームの上屋や待合室、乗り換えと書かれた案内看板はかつてのまま残されている。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り、駅西側の中線道沿いを中心に、 住宅地があるが、東側は、のどかな田園地帯が広がる。彦根市の乗り合いタクシーの多賀町き路線、マナ乗りタクシー多賀が3路線、それぞれ1時間おきに運行されている。デマンド性のため要予約、年末年始を除く毎日運行。ダイヤなど詳細は、彦根市公式サイト、マナ乗りタクシーを参照。ありがとうございます。